高木です。高木です。高木です。今日はね、せっかく大物ゲスト、もうなかなか笑わないから、これね、ほんと笑わないから、竹の不思議なんじゃないの。お題は高校球児のネタを見て、ね、わらかみつるが笑わないと帰れませんという。ああ、そういうお題なんですか。なるほどね。じゃあネタを見せてですか。もちろん。あ、俺ネタ笑わないよ。芸人として認めるか認めないか厳しい目を持ってる。俺も数々の芸人見てきてるからな。いや、そうですよね。芸人でも大笑い。俺は半端ないぞ。まあ、ちょっとハードル高いで頑張ってみろ。じゃあ行こうか。はい、じゃあ、まあ、大体いつもあのゲストの方来た時にやらせてもらって。ああ、じゃあ、あるんで一発でしてみようかな。マジで。よよ、はい、高校球児のショートコント、寿司屋。大将、ちょっと待って、はい、ここ行ってるんだよ。何横やりねえじゃないですか。今ネタモード入ったんですから。よ、大将。よ、いいっすよ。クッパ来ちゃった。クッパ来ちゃった。そうですよ。ちょうどね、クッパ下見れたらちょうどいいから。イエーイ。ガタガタガタで高校球児のショートコント、寿司屋。大将、おすすめの握りちょうだい。ありがとうございます。真中選手のグリップの握りになります。そっちの握り。よっ。栃木県市立宇都宮学園高校からの日大。バー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 。終わらない。連発連発。続きまして、はい、じゃあ高校球児のショートコント続きまして、おまわりさん。お、初めてだ。おまわりさん。いや、おまわりさんです。元ヤクルトの助っ人外国人じゃない。パー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 。おまわりさん、はい、解説いるんですか。解説しないで分かんない。どんなために作ってきたの。これはもう、なんかダジャレみたいになってるよ。お前自分で言って自分で受けてるんですよ。だって俺の喋りの面白いじゃん。どうしたって、どうしたって言っちゃったね。言っちゃった、言っちゃった。よし、行こう。よし、行こう。どうも、やりづらかった、やりづらかった。はい、真剣に。はい、真剣にやってるんですけど。高校球児のショートコント、キャッチボール。お、はい、いくぞー。よし、うい、うお、なかなかいいボール投げた。うい、うい、いいボール投げんじゃん。お、いくぞ、いくぞ。おい、おい、おい、ちょ、タイム、タイム、タイム。ちょ、グローブ取ってくる。あ、つけてなかったの。パー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 。そもそもさ、はい、距離近くね。いいじゃないですか。じゃあそこのダメ出しで笑い取ろうと。そうっすよ。その距離だったらグローブあっても取れるやん。いや、違うんですよ。なんでそういうやつなの。すごいっすよ。自分がデスケラして自分で笑い取ろうとしてる。汚いっすよ、この人。今笑ってるね。笑ってる。もう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 笑ってる。ごめんな、この空気ちょっと厳しいと思ったけど。いやいや、頑張ってよ。いや、本当にヤクルト選手じゃなくてもダメですよ。